口に向かってます。というのも私レギュラー番組のラジオのレギュラー番組で日曜のへそっていう番組やってるんですけど、その時にその埼玉のコーナーがあって埼玉クイズを出されたんですよ。でその時に私答えられなくて答えられなかったんで、なんかその心霊スポットに行くか答えられなかったところに行くかみたいな感じで、私川口が答えられなくて、そう今だから川口にロケに行こうかなと思っています。まあせっかく川口に行くんだったらと思ってランチでもしようかなと思ってるので、今から携帯で調べます。私ハンバーグ好きなんだよ。ハンバーグ食べたいな。あ、ハンバーグ屋さんあるやん。わあ、いいね。キッチンオニオンってところが一番上に出てくるハンバーグだと。ハンバーガーだとどうかな。でも混んでんのかな。ちょうどお昼時に行ってしまってるんですけど、混んでるかな。そう、この間のバラエティ番組っていうラビットの石田さんたちのノンスタイルの夏休みに出させてもらったんですけど、あれ超面白かったです。本当にめちゃくちゃ面白かった。川じゃない、ラフティングで、あの川のなんか天然の滑り台みたいな滑るやつ、10メートルの滝滑るやつなんですけど、あれもめっちゃ楽しかったです。終わってみれば、ね、これがいつ上がる、 YouTube に上がるか分かんないですけど、一周ずれたので放送が、ね、もしかしたらこれが上がる頃まだ見直し配信とかでも見れるかもしれないので、ぜひ見ていただきたいなと思います。なんかカミチーさん、ジェラードンのカミチーさんがめちゃくちゃその SM エンターテインメントっていう韓国の事務所があるんですけど、そのアーティストが大好きで、私も少女時代大好きで、でそのカミチーさんはスーパージュニアっていう、スジュって言われてるんですけど、スジュがすごい好きで、私はソシがすごい好きで、本当にそれこそ埼玉スーパーアリーナの少女時代のライブ友達とかで行ってました。なんかおすすめの YouTuber とか聞かれたんですけど、私あんまりめちゃくちゃ見るタイプじゃなくて、おすすめされたの見るんですよ。それこそジェラードンさんの YouTube チャンネルはよく見てて、なんだっけな、私一個ツボなのあるんだよな。なんだっけ、舞妓さんの話なんですけど、なんだっけ、もうそんなとタイトルから面白いんですけど、ピンチヒッターで呼ばれ大慌てできた舞妓ってやつが大好きで舞台オンエアの時めちゃくちゃ楽屋で見てました。おもろくて大好きなんですね、これ最近はよく見てますね。あ、着きました。着きました。あ、本当に川口駅、本当に来たことないわ、やっぱり。川口駅来ましたー。パチパチパチ、あれ、川口駅が見えん。川口駅が見えない。どうしよう。ちゃんと言われた通りに川口駅に来ましたよ、土屋さん。見てます?ということで、せっかく川口駅に来たので、なんかご飯でも食べようかなと思ってます。そう、舞台を19公演お疲れ様でした。で結構もともとその稽古期間が短かったんですよ。だからすごい不安だったんですけど、いろいろあってもっと短くなっちゃって。そうなんです。だからすごい私結構1週間ぐらいしか出れてないんじゃないかな、確か。本当に不安でしたけど、まあ無事に
終えてよかったなと思います。でも本当に長谷川凪ちゃん一緒に舞台やった子なんですけど仲良くなりましたよずっと隣だったんですよ。稽古の時もずっと隣でしたし、僕もずっと一緒だったんで、ちゃんと仲良くなれた気がします。ちょうど昨日も連絡来て、なんか仕事で地方行ってたの帰ってきたよみたいな連絡あったんで、ご飯行きましょうみたいな感じだったから、あ、もう敬語使われてないですご飯行こうみたいな感じだったから、あ、行こう行こうみたいな、でもいいよみたいな感じで連絡取ったりしてます。ということで、右手に見えるのが今日ランチ食べるところです。失礼します。すみません、失礼します。いらっしゃいませ。あ、先ほど出ました。あ、はいどうも。はい、おすみません、どうも。ランチには一番後ろのページになってるんで。はい、これや。私こういう時にアボカドバーガー食べちゃう節があるんですよね。どうしよう。いや、チーズも好きなんですよね。え、アボカドソースバーガーにチーズって入ってます？はい、入ってないんで、トッピングはできますよ。どうしようかな。ありがとうございます。どうしようかな。チーズバーガーのトッピングアボカドにして、はい、A セットにします。はい、ウーロン茶で。はい、この間脱出ゲーム行って、私自身脱出ゲームに行ったのがめちゃくちゃ久しぶりなんですよ。3年とか多分行ってなくて、でなんか脱出ゲームって同じぐらいのその経験値がある人と行った方が多分楽しいんですよ。なんか一人めちゃくちゃ頭いいとかめちゃくちゃその解けちゃう人が行くと、その人たち全部やっちゃうから一緒に考えるのが私は楽しいと思ってるんで、まあ言うなればめちゃくちゃ激弱の3人で行って、そしたら3個脱出ゲームやったんですけど全部脱出失敗して帰ってきました。すごい、久々こんな大きい。大きくないですか。じゃあ、並べとこうかな。どうやって、美味しいです。ありがとうございます。うん、美味しい。幸せ。ということで、ごちそうさまでした。美味しかった。ということで、川口にせっかく来たので、さんま御殿で言ったのかな。太郎焼きっていうのをちょっと食べに行こうかなと思います。ということで太郎焼きを食べに来たんですが、サンマ御殿で言ってたライオンみたいなのをめっちゃスルーして通ってたんで、こっから見えるんですよ。見えるかこれです。なんか遠くに見える、めっちゃ近いんだけどな。これが噂の川口のライオンです。ライオン、はい、チーズ、チーズ、チーズ、オッケー、オッケーです。本当に今が焼きなんだけど、こんな感じでーす。本当に大判焼き。大きいのであったりしてまーす。こんにちは。お味はいかがいたしますか？新太郎焼きで。甘さ控えのこれ一つですね。よろしくお召し上がりされますか？はい。はい、お待ちください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あったかい。いただきました。ということで、無事に太郎焼きゲットしてきました。これを食べながらもう
ミッションクリアですので。カーキャン。めっちゃ美味しい。ということで、今日は川口旅をしてきましたが、楽しんでいただけたでしょうか。ね、あのコメントとかね、ここ行ってほしいっていうのとかあったら全然、東京は一人でも行けるかなと思うので、ぜひここ行ってみてほしいとか、食べてほしいみたいなところがあったら、待ってます。本当にただただ喋りながら食べるっていう動画になっちゃうと思うんですけど、質問とかもあれば、なんかいつかに質問を答えていく回とかもやろうかなとか思ったりしております。あとセントフォーストークっていうトークアプリでは、私からのあの直接っていうか、あの結構 LINE みたいな感じで近況を送れるものとかがあったりするので、そちらもぜひご覧ください。皆さんのレターとかも読んでます。ということで、川口旅いかがでしたでしょうか。多分土田さんはこれ見て、川口絶対うちに入んねえよって言われると思うんですけど、一応行ってきましたし、今がじゃない、太郎焼きも撮ったし、駅前でも撮ったし、ミッションはクリアということで、土田さんにあのすごいドヤ顔しに行こうと思います。ということで、また YouTube を撮る機会があったらよろしくお願いします。コメントも待ってます。ありがとうございました。